どうか。で、ここだけちょっとソファーミレって変わります。うん、ドソソで、ソが4拍伸ばすじゃないですか、うん、なのでソが次の音もう一回ソになる時とかは、うん、できるだけギリギリまで伸ばしてください。次の音に行くまで。そう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 、ソから、準備しあんとこう構えないで、うん、ソに伸ばしてから次の音に行くといいです。いいですか？ゆっくり行きますね。弾いてみて楽しいよね、うん、楽しいです、うん、思ったより難しいですかね。どうですかね。思ったより難しくない、みんな誰でもできるよと思ったそうですね、初めての人でもこれね、これだったらできると思うよ、うん、そうですね、よく聞いたことのあるベートーベンの推かもしれないですね。だからタイトルがない曲、例えばモーツァルト、ソナタ、うんうん、6番とかだけだと、えって浮かんでこない、浮かんでこないですよね、うんうんうん、そうですね。だからこういう有名な曲、有名なタイトルの曲で最初はレッスンしていった方がいいと思います。でも楽しいんじゃない、大工ってなってね、うん、これになってくるとさ、うん、おお大工とこれ同じだなんて ね、 勉強になるもんね。そうですね、今数回弾いただけでも途中までですけれどもちゃんと立派な曲になってましたし、今ピアノで弾いてますけれども、キーボードで弾いてますけれども、もともとはオーケストラ。何なの？そうです、オーケストラなの。オーケストラ、オーケストラとあと合唱ですね、うんうん、そうなんです、これキーボードだからできるんですけれども、うん、今のをじゃあオーケストラっぽく弾きたいです、うん、で、音はもうキーボードが変わるのでそのまま今弾いたのをそのままお願いします。これでいいの？はい、うん、せーの、こんにちは、島村楽器初めてのキーボードサロンインストラクターの引田です。このサロンでは初めて音楽を楽しみたい方におすすめです。気軽に体験